私、夢を見ているのでございますね。はあ、懐かしい光景。ここは宝石箱。贅を尽くした内装のフラン様が育ったお屋敷。そこに飾られた芸術品の一つ一つには、私を10人、20人、売り払っても買えない高値がついていました。何もない田舎で生まれ育った私には、何もかもが眩しくて、そんな華美な室内に置かれた、どんなものよりも、お金をかけて守られ育てられていたのが、フラン様。宝石箱の中で、三千と輝く、桃色の粒。ああ、フラン様。小さな、かわいいフラン様。私は、あなたに何もかもを与えてあげたかった。あなたは輝く宝石で、私はその汚れを拭うボロ切れ。その立場に、満足しておりました。私は昔から自己主張が苦手な子でした。おしゃべりが下手で、地味で、すぐに存在を忘れられてしまう。そんな私の存在が認識されるのは、私が誰かの役に立った時だけ。便利な道具としてしか私は生きられなかった。そんな己の境遇を悲しんではいません。私は、満たされていました。誰かの役に立って褒められて、存在を認識してもらえるだけで嬉しい。私は家具。そこにあると便利なもの。私はそれで満足でございます。そして甘やかされて育てられたため、何にもできないフラン様は、私の新たなご主人様は、いつでも私を必要としてくれた。だから、フラン様はいつでも私を認識してくれた。覚えていますか？夜寝る時など、私がそばにいないと不安になって赤ちゃんみたいに泣いていましたね。私は、その泣き顔を見ると満たされたのです。母のように求められるたび、母ではないのに、幸福だったのです。それは、ただれた共依存。不健全な、関係。それでも、私にとって、それが人生における幸せのすべてでした。もちろん、あなたはこの地を支配する独裁者の娘で、この世の春を謳歌する彼に溺愛され、蝶よ花よと育てられていた。私が与えなくても、あなたは何でも与えられていた。それでも、あなたは親に似て欲深い、わがままな子。何を与えられても満たされずに、何でもかんでも欲しがった。だから、私は永遠に、あなたに尽くせると思っていた。あなたが言う、あれが欲しい。私が答える、どうぞフラン様。いつまでもいつまでも、そんなやりとりが続けられると思っていた。けれど、あなたは変わってしまった。独裁者を憎む誘拐犯にさらわれて、苦労して取り返した時にはもう、あなたは変わり果てていた。綺麗で、小さな桃色の宝石は粉々になっていた。守れなかった。あなたの変質は、そんな私への罰でしょうか。あなたは歪み、人が変わった。これまで喜んで受け取っていたものをすべて拒絶し、抱きした。綺麗な花も宝石も、衣装も芸術品も、愛も。そんなあなたにとって、私は、世界で一番いらないものになった。だから、放り捨てられることになった。
可愛い娘の気持ちを察したつもりになった独裁者が、私を無理やりテロリストの巣窟へと送り込んだのです。武器も持たせずに、怒りに狂うボートの群れの中へと放り込んだ。生きて帰って来られるはずがない。自殺行為。もちろん、私は決して独裁者にすら逆らいません。故郷を滅ぼした恩敵、己の死を望む憎たらしい男。だからといって、家具がその機能を果たさないなんてありえません。それが、私の誇りです。お望みなら、喜んでご命令に従いましょう。死ねと言われれば、死にましょう。でもね、私のご主人様は、私が心より愛し、尽くしたいのは。ケルリカ!ケルリカ!ケルリカ!フラン様。また、泣いておられるのですね。何が欲しいのですか?綺麗なお花?宝石?衣装?大好物のソーセージか、リンゴ酒でしょうか?私、今すぐ、お持ちしますね。何をバカなこと言ってるんですか?あなたが無事なら、ほら、他には何も望みませんよ。そうですか。それはいろいろ用意する手間が省けて何よりです。ずっと心配してたんですよ、ケルニカ。でも絶対に生きてるって信じてました。ケルニカは何でもできるし、賢いし、強いですし。だからあなたが帰ってきた時に喜んでくれるようにって、何にもできないフランが一番上手に作れるものを、あなたのための摩天楼を、あなたのこの領地での自宅があったこのどん底タウンに建てたんですよ。あのバカバカしい立派な建物はあなたのものです、ケルニカ。ほら、あなたの好きな色、あなたの好きなデザイン、パパが処分しようとしてたあなたの絵も全部飾ってありますよ。どうですか?嬉しいですか?あなたは喜んでくれますか?あれを送れば、フランのことをまた愛してくれますか?フラン様。ごめんなさい!やっぱり気に入らないですよね。フラン、贈り物とかするのに慣れてなくて。それに、フランはずっと、あなたにひどいことをしてきました。愛してくれてたのに、壊れたフランは、その愛が愛だと思えなくなって、受け取らなかった。あなたを遠ざけて、傷つけて、最終的には見殺しにした。パパがあなたを七に送り込んだって気づいた時には遅かった。慌てて夢中で追いかけたけど見つからなくて。だから、あなたはきっと死んじゃったんだって。でも、それを信じたくなかったから、あなたのために、あのゲルニカタワーを建てたんです。神妙な建物に、神妙な名前をつけないでください。ごめんなさい。嫌でしたか?名前が気に入らないなら直します。目障りなら取り壊します。だからゲルニカ、どうかフランを許して。あなたのことが大好き。いつでも優しくて、あったかかった。ママみたいなあなたが。謝るのは私の方です、フラン様。ごめんなさい。ごめんなさい。私は、あなたのメイドなのに、ママと呼んでくれたのに、
あなたの望むものを与えられなかった。違いますよ、ケルニカ。いっぱいいっぱいもらってます。さっき、あなたがフランのことを大嫌いって言ったのも。ううん。多分今回の、あなたの行動は全部、ひどいことをされると喜んじゃうフランのためにやったことだったんでしょ。あなたは頑張って、フランの望みを叶えようとしてくれていた。暴言なんか似合いもしない、優しい人なのに。フラン様ごときに見抜かれるなんて、私もまだまだ未熟ですね。申し訳ありません。努力はしているのですが、やはり、どうしても、あなたにひどいことなんてできない。暴言を吐くのが関の山で、物理的に傷つけることもできない。だって、あなたを愛しているのです、フラン様。小さな、可愛いフラン様。私の、宝物。ケルニカ。一発逆転法で、綺麗なあなたを変えてしまうのも怖くて。あなたにだけは影響が及ばないように努力もしました。そのせいで余計な人たちまでその影響を免れたようですが。その後もあなたが早く危険なこの地を立ち去るようにと放送で脅迫までしたのに。あなたは逃げませんでしたね、フラン様。当然です。フランはね、今世界を救う仕事をしてるんですよ。危険なことにも怖いことにも、とっくに慣れっこです。フランはもう、あなたの知ってる何もできない子供じゃありません。最前線でゲームと取っ組み合う、特鉄隊のトレインナイトなんですよ。そんなフランの仕事は、みんなを守ることです。ケルニカ、今度は、今度こそ、フランがあなたを守ってあげます。それでは、立場が逆。今のは、おそらくは、ゲーム兵器、一発逆転法の鳴き声でしょう。あれは、私が特殊な器具によって制御しておりました。そんな私が気絶していたため、コントロールを失って。早くお逃げください、フラン様。兵器とは呼んでいますが、一発逆転法は凶暴な魔物そのものです。私は、あなたを喜ばせたかったのです。決して、父に送り込みたかったわけでは。わかってます、ケルニカ。それに大丈夫ですよ。フランは強くなったんです。そして、そんなフランには今、とっても頼れる仲間たちがいるんですよ。ザコが世の邪魔をしてるのかね。フランを食べて。もう大丈夫。お肉も美味しいけど、スイカも美味しいね。これまでどこで何をしていた？
ペトロパブ殿のことですから、お風呂に入っていたのでは？召喚もそう思います。正解！ライプンとプーちゃんにおかみさんポイントを100点あげる。カルルンたちも次は正解できるように頑張ってね。何も言ってないのに巻き込まれた？やっぱり苦手ですね、この人。ふふん、どうもその魔物兵器？なんかよくわかんないものは他人の心を変にしちゃうゲームをぶっ放すみたいだけどね。ゲーム兵器、一発逆転法というらしいのだよ。覚えにくいなぁ。略して源一ちゃんって呼ぶね。源一ちゃんのせいでみんな変になってたみたいだけど、ご覧の通り私たちはその影響を受けずに無事だったんだ。なぜだかわかるかな、カルルン。なんで私にグイグイ絡んでくるんですかね、あなたは。カルルン、反応が可愛いんだもん。答えは簡単ですよ。皆さんを狂わせてたのはゲームです。そしてウルガの涙と同じように、ゲームは水中には存在できない。それがこの世界の大原則なんだよね。だからこそ海中から安全に資源を獲得できるフレイマリンは世界一の経済大国として発展してるんだし、常にお風呂に頭まで浸かってる私はうーちゃんの涙や源一ちゃんの謎パワーの影響を受けないんだよね。正確に言うと、源一ちゃんがぶっ放された時ちょうどお風呂に浸かってたから大丈夫だったんだ。ウルガも一緒に頭まで沈められてたので大丈夫でした。それは大丈夫じゃない気がしますが、下手したら溺死してますよ。もう慣れてきたので大丈夫です。ウルガは大丈夫です。なるほど、ペトロパブロフスク・カムチャツキーさんがお風呂狂いだったおかげで、あなたたちは一発逆転法とやらの影響を受けなかったと。そんなことあるんですね。まさにもっけの幸いというか。お風呂すごいです。そうだよ、プーちゃんいいこと言った。お風呂はすごいんだよ。それは人類が生み出した最高にして無比たる英知の結晶。お風呂に入れば何でも解決する。お風呂があれば他には何もいらない。お風呂さえあれば生きられるし、お風呂のために生きるべき。お風呂こそが至高、あがみよお風呂、お風呂万歳。お風呂こそが神であり、万能にして最高最強の。ペトロパブさん、もうそのくらいで。皆さんドン引きしちゃってますから。そうだよ、おかみさん。おかみさんのおかげで助かったけど、今はそんな話をしてる場合じゃないでしょ。お風呂の話をしてる場合じゃない時ってどんな時？世界が滅んだ時かな。頭がおかしい人は放っておいて、みんなで敵を仕留めますよ。貴様が仕切るな、腹黒女。そうよそうよ、お姉様の言う通りよ。虫、要は貴様に今回味わわされた屈辱を生涯忘れない。冗談よね。あれは一発逆転法とかいうやつのせいで、私のせいじゃないのよ。今回ばかりは私は無実よね。話しかけるな。要は今貴様をバラバラにして無限に再生する肥料にできないか検討するのに忙しい。お姉様が私をゴミを見る目で見てる。
それは普段通りなのでは？みんな、もっとお母さんに優しくしようよ、ね。皆さん、やる気がないならフランが全部やっちゃいますよ。この土地はフランのパパが支配する土地です。この土地で巻き起こった事件は漁師であるフランたちが解決するのが筋ですしね。うむ、その通りなのだよ。フランタンは本当にいい子になったね。虫はあの子の爪の赤を煎じて飲むといい。ひどいわお姉さま、こんなに愛してるのに。よしよし、大丈夫だよ。私はお母さんが大好きだからね。ムルマンスクちゃん、気持ちはわかりますが、その行為は事態を悪化させるだけでありますよ。それにムルマンスクが言ったのでしょう。今はそんな話をしている場合ではございません。うん、みんなでフランクフルトちゃんを援護しよう。私、本当に余計な気を回していたのかもしれませんね。私が何も与えなくても、あなたはきっとあなた自身の力で誰よりも大きく大きく成長するのでしょう。あなたが愛するこの地にそびえる摩天楼のように。本当、心臓が止まるかと思いましたよ。戦いを終えて振り返ったら、あなたが下僕さんの腕の中でぐったりしてるんですもん。恐縮でございます、フラン様。というか、皆さんもご承知でしょうが、私があれを制御できなくなった時点で、もう逆転の効果は消えておりました。そういえば、最後はみんな正気に戻ってましたもんね。ええ、あれはあの悪魔はその主人の願いを叶える存在でした。処女の血を捧げることでそういう異能を発揮する魔物だったのです。その異能により立場を逆転させる、つまり革命を起こすというのが革命軍の企てでございました。革命軍はその異能を生かし兵器として運用していたのです。それがゲーム兵器の正体でございます。狙った範囲に異能の効果を及ぼせるようにと大砲と融合させたり、他にも色々と工夫はしておりましたが、量産できるものではございませんし、一発逆転砲が破壊された今、ゲーム兵器にまつわる事件は二度と起きないかと思います。じゃあそういうことを報告書にまとめて軍部に提出しておきますね。もちろんゲルニカは何でも言うことを聞いちゃう性格のせいで革命軍に利用されてただけってことも付記しときます。昔放り込まれたテロリストの群れの中で生き延びるためにはゲルニカは従順に言うことを聞くしかなかったんだって。良いのですよ、私のことは煮るなり焼くなり好きにしていただいて。じゃあ好きにします。全力で。ゲルニカは単なる無理やり犯罪に加担させられた被害者なんだって弁護します。実際被害に遭ってますしね。処女の血を捧げろとか言われて無理やり何度も自傷させられてたりしたんでしょ。ええ、実は最後の局面では失血のため朦朧としておりました。そうだったんですよね。ゲルニカのチェーンソーが血まみれだったのは自分で自分を切ってたからっていう。はい、ですがダメですね。痛いことを気持ちいいと感じるフラン様には共感できませんでした。そんなことのために簡単に自分を傷つけないでくださいよ。体を大事にしてくださいね、ゲルニカ。今はゆっくり静養して、
それで元気になったら、いっぱいいっぱい話しましょう。あなたに伝えたいことが山ほどあるんです。ケルニカ。はい。お望みならば、喜んで。フランはその間、報告書を作ったり、散々革命軍にリンチされて瀕死だったパパの代わりに、うちの領地を少しでも良い土地にするため努力します。法律その他を整備して、みんなが笑顔で暮らせる土地にします。時間はかかると思いますけど、いつかきっと、特鉄隊の誇りにかけて、小さな世界ですけど、平和にしてみせますよ。叶うなら、お手伝いさせてください、フレン様。もちろん大歓迎です。ううん、命令です。お願いです。もう二度と、遠くに行かないでくださいね。一緒に生きていきましょう。これから先は、ずーっと。お気に召すまま、フラン様。もちろん、私にとっても、それが最上の願いでございます。